フィリピンに住む方になっているので、日本にいる間の様子を少しお届けしようと思います。犬と散歩に行ってます、ママと。散歩してたらプリキュアがいました。朝ごはんを食べにパン屋さんに来ました。昔実はパン屋さんでアルバイトしてたので、とってもパンは大好きです。パン屋さんの外にベンチがあるので、サンドイッチを食べております。2個目はチョコパンを食べました。ママはシナモンパン食べてます。今はお仕事お休みしてるのですが、仕事してた時も時間ある時は行ったらこう朝ごはんを一緒にどっかで食べたりしてます。とてもおすすめです。これは夜ご飯です。フィリピンの引っ越しに備えて、お家に冷蔵庫とか電子レンジがないので、なんかそういうその時食べれるやつを買ってます。銀座にてママの美容院待ちをしております。とっても暇だったのでお散歩をしてます。この日はめっちゃ風が冷たくて寒かった。銀座は19歳の時から初めて就職した時の場所なので、とっても思い出深いです。すごく程よい感じがとても好きです。暇だったので本屋さんに行きたいと思います。京文館、この辺もね、お買い物とかもよく銀座でしてましたね。お昼ご飯は私の大好きなところに行きました。123という鹿児島の黒豚を食べれるところで、とっても体にヘルシーなのと、とてもコスパが良くてすごく大好きでおすすめです。フライトの前に家族で夜ご飯に行ってきます。最後は焼肉でした。最高、焼肉しか勝たん。すごくお家の近所にすごいいい感じで美味しいところがあったので、帰ったらまた行きたいなと思ってます。ジョージが初めて飛行機乗ります。JAL に乗ったんですけど、 JAL の人がめっちゃ丁寧に案内してくれて、すごく、やりやすかったです。ありがとうございます。
金曜日だからかとても人が多かった気がする。とても書類とか準備するのすごく大変だったけど、無事ね、なんとかいい感じにやれたのでよかったです。頑張ってね。こんな感じで行ってまいります。ありがとうございます。Go to Philippines.